なぜなんだい。おお、急に来たね。聖水取ろう。あ、魔法の杖、ニンニクも来てますね。魔法の杖行こうか、今回は。ニンニクはね、ニンニクめっちゃいいんだけどね。でも、このコメ欄にいる経験者諸君の意見を聞くと、ニンニクはな、途中から空気なんだよなーっていうコメントを見て。まあでも確かに、途中からの飛び道具が強すぎてみたいなのはあるよね。ニンニクはダメ人間になる。ニンニクダメ人間になるのおもろすぎやん、それ。まあでも言ってることはね、わかる。もうね、考えるのもやめるんだよね。すごいわかる。ニンニクへの熱い風評被害。よーし、聖書取っとこう。これで杖と聖書揃ったぞ。あとほうれん草だね。ほうれん草は取っていきたい。あ、痛い。楽しすぎる。やばい、もうこのゲーム無限にやっちゃう。これはね、時間泥棒ですわ。コメントでさ、僕が配信始める前に、おかゆん、このゲームは時間が大変なことになるよって言ってたけど、めっちゃわかる。もう時間がね、あっという間になくなる気配をもう感じている僕は。おー、怖い。狭い。あ、いた。ニンニクを使っていたダメ人間の頃の癖が出てる。ニンニクをかつて使っていたダメ人間のところが突っ込んでいっちゃうよ、僕。よしよしよし。ナイフ。ナイフすごっ。エスペルバインダーあった？え、お願い、スペルバインダーくん、もう一回、もう一回出して。お願い。まあ、そしたら絶対僕、スペルバインダーくんのこと選ぶからね。絶対に僕、次は、スペルバインダーくんのこと選ぶからさ、一回出してほしいな。このゲームの何がすごいってさ、重くならないことがすごいわ。最後重くなるんだ。愛のカゴ欲しいな。え、みんな愛のカゴどうかな、これ。いらないかな。愛のカゴ欲しいんだけど、ライフを毎秒 0.2 ずつ回復してくれるよ。めっちゃよく、いらない。取っちゃダメ。そんなに。ニンニク専用素材、すいません。じゃあいらないですね。なんだよ、僕が欲しいと思ったものはニンニク専用素材とか言われてる。なんてことだ。なにこれ、うわー。ちょっと待って。ちょっと待って。何これ、初めて拾った。何この今の、なんかスパイシーチキンみたいなやつ。何、スパイシーチキンみたいなやつ拾いました。何ですか、急に来るじゃん。すごいよ。ちょそんないっぱい、激しいよ。ちょっと待って、激しい。何こんなに上がんの。お、すごすぎ今の。何今のブッパー、やば、スパイシーチキンやばすぎない、今の。うわー、すごい。すごすぎるよー。気持ちいいよ。すごい気持ちいい。気持ちくなってしまう。おら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 。よし、ナイス。すげえ、もう歩いてるだけで。なんて言うんだっけ、こういうの。モーゼの綱渡りみたいになってる。僕は今、モーゼの綱渡りです。え、綱渡りじゃない？海割り？しょぼい？しょぼいとか言うな！すげえ、これ。でも、油断せずに行こう。もしかしたらこの輪をすり抜けてくる猛者がいるかもしんないからね。ボスにだけ気をつけよう。左右からね。ボスが油断ならんな。ここからはあと5分耐える戦いです。ここで死んだらね、もう、おにぎり屋のみんなに、あーって言われちゃうもん、みんなに。総出で、あーって言われる。やばい、入ってきてる。やばい、こいつらちょっと入ってきてるよ。調子乗ってきてるよ、こいつら調子乗ってきてるよ。ボスはおられるのか、ボスはおらんのですか。ボスはおらんそうですね、これ。ボスはおられるのか、上にボスいるね。やばい、本当にやばい。もう大変の話になってきてる。ちょっと肉食べ。やばい、ボス入ってきてる。本気で言ってんのこれ。入ってきてる。ああ、待って、これ。
荒れちまってるよマイクのさあーじゃのーてほんまに